今回はこちら本日発売の妖怪ウォッチの商品を紹介していきますまず気になるのはこちらかなはい妖怪ウォッチドリームのパワーアップキットゴールデントレジャーこの中には妖怪ドリームメダル1枚トレジャージバニャンの妖怪ドリームメダルが入っていますこちらのウォッチでドリームリンク 黄金の容器がチャージできるようになります。かっこいいですね。妖怪ウォッチバスターズトレジャーで伝説のヌーパースを発掘せよ。ということで。はい。黄金の容器結構役に立ちそうですね。はい。後ろを見てみると。まあ、普通のものと一緒ですね。えっ、ー、と、側を入れ替えて、コアの部分を外して入れ替えて、サージボタン長押しでドリームリンクして、 それで、リンクした音声に変わってみたり、黄金の容器がチャージできたりするようになります。ニャッセとパンドラの他に、ズラビスや、まだ私はちょっと知らないようなのもいっぱいいますね。なんかこれこの前出てきてたな。なんか、楽しみですね。ワクワク。はい。そして一緒に発売された、こちらから見ていこうかな。はい。スヌーマガジン。こちらには、 それじゃあ、コマさんの U メダルがついています。はい。こちらですね。そして、こちらには、ドリームリンクシートがついていますね。妖怪メダルポケット、ネームシール、情報シートの他に、ドリームリンクができるみたいです。はい。あ、ミステリー妖怪を探すんですね。ということは、これでミステリー妖怪を探すと黄金のよう、 が、えー、とチャーージジしやすすすくなななるる感じじにバージョンアップするんじゃいいかなと思いますはい、ちょこっとだけ見えるんですけれども、わかりますかねデラックス妖怪ウォッチドリームがパワーアップと書いてるので、多分そうじゃないかなと思います。黄金の容器がチャージしやすくなるので、これはぜひセットで使っていきたいなと思います。当あの容器が当たるまで時間かかるので、こちらで当たりやすくすると、 かなり便利になっていくんじゃないかなと思います。はい。そして一緒に買ったこちらのドリームメダル。はい。今回は2箱ゲットしてきました。今回はこちらのメダル、本当にいろんなメダルに容器がすでにチャージ済みなんですね。オリジンと、ぬらりシンと、ゼロ博士。この3枚には大吉の容器がチャージ済み。 そしてプリチー族の妖怪ドリームメダルには月光の容器がチャージ済み。豪傑の妖怪ドリームメダルには黄金の容器がチャージ済みだそうです。ホロメダルは全部で10種類。クリアホロメダル1種、ソリッドフレームホロメダル9種、そしてノーマルメダル10種となっています。20パック入りなんですが揃わないですよね、一箱じゃ。 とと思っってえー、と今回は後ろに番号がついてましたね。この番号です。はい。今回は2箱39531207というものと39561207というものをゲットしてきました。3と6になるのかなはい。これがどう出るか、吉と出るか、今日と出るかわからないんですが、この2箱を開けていきたいと思います。 ぜひぜひお楽しみに。ということで、次回は、まずは、どれからいこうかな。こちらのメダルからいきましょうか。はい。どんどん開けて、コンプリートしていきたいと思います。コンプリートできるかなはい。というわけで、今回は、今日発売された、妖怪ウォッチの商品を紹介しました。どんどん開けていくので、ぜひぜひ見ていってくださいね。 では次回もお楽しみにチャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。